はい、今日は8月1日福島公演2日目です。今会場に向かってるんですけど、昨日、開演の40分前ぐらいとか45分前ぐらいにホテルを出発して、10分前、結構急いで10分前ぐらいとかに着いたんですよ確か。で今日は余裕を持って出発しようと思ったんですけど、昨日ぶっ壊れたベルトを直そうとしてて手間取って結局直らず、出発したのは45分前、昨日と変わらず。余裕がね、またちょっと小走りで行かないといけないかなと思うんですけど、昨日と違って今日クソ暑いんですよマジで。昨日は昨日で雨降ってて歩きづらかったんですけど、今日は今日でクソ暑いっていうね、どっちもしんどいですけどね。はい、というわけでかなりギリギリになりそうですが、今日もライブ向かっていきます。